しかも岩屋城取られるのまずいんだけどな、イベント的に。原稿録、なかなかうまくはいかないようです。とりあえず時間進めます。そして、蝶塚部対橋場。まあ、橋場勝つよね。そして、鷺の森到着。いいね、いいね。よかった、よかった。31日強行でいいみたいなんで、強行します。多分ね、すぐ落ちると思う。お、いいね。交渉が出てる。交渉します。で、どう？大丈夫？撃って出てんの？ 3600 ごときで？あ、攻めてるのか、これ。大丈夫なんでしょうか。ただ、ここは兵数上限少なかったと思うんで、洲本か、洲本取ってくれるといいけど、まあ、鈴木頑張ってもらいたいね。あんまりここで兵、洲本には。減らしてほしくないね、鈴木には。よいしょ。で、交渉来たね。義久、行ってこい！義弘か。義弘だったら、全面でいいです。ダメか。講和解除してみる？してみようか。無理か。じゃ、強行で我慢するしかないな。そして、冬が来たと。ご命令ください。いや、きちいっすよ、先輩。お前何日で到着するの、コロ君。30日でしょ？その前に、落ちるぜ、この城。あ、こういうなんかアホなことしちゃうところがコウヌケっぽい。アホな AI って感じがする。で、マジで？アソケ滅びんのはちょっと待ってほしいんだけど、アソケに対して援軍で軍出す？このままだとアソケが滅んじゃうんで、ちょっと島津の軍を追い払うために、アソケに対しても宣戦布告いたします。はい。陣触れを出せ。戦の支度をいする。やー、これ微妙だよ。助太刀本当に良くない。全部大音が悪い。 でも、これあれなんだよね。どっちにしろイベント的にさ、美味しくないことにはなってる。で、解除しましょう。あんまり日数がかかる奴らを連れてく意味ないんで。9500でいいね。ささっと、どうにか対処してもらおう。そして、この志ソーリンが、必ずキリやシタン果た将して練みと。せようぞ。まあ、頑張ってもらいたいけど。あ、落ちるな、これ。落ちよった！これはさすがにひどい。そして、いいね。鷺の森は落ちた終わっか。ていくぜ。じゃあ、行くぜ。ついでという名のユチクま覚で悟はいい向かいぞ。ます。で、これまずいな。落ちちゃうな。いやー、軍出すの行く遅かぞ。ったか。出陣する。頑張ってほしい。耐えない？あー！オートメメ！仕方ない。行くぞ。進め。ここだけ取ろう。てかさ、これもう、回想運のイベント見れないからさ、好きなように攻めてよくなったな。まあいいけど。で、戦力不足。まあ120日攻撃でいいみたいなんで攻撃しときます。まあ、状況によってはこのまま攻め取れるかもしれん。で、君何人兵出してる？ 7500。勝てねえだろうな。まあ、とりあえず時を進めます。そして、家久が子、豊久にございます。父に従い、島津にこの命を捧げましょう。これちょっと有能だったと思うんだけど。お、武勇90、知略70。有能だ。ありがてえ。これより評定を始そめしてる。評定ということ騒ぎで、がございます。まあ何取ってもいいんだけどさ、まあ論議と軍事取ろうかな。ちょっとね、今、これにて評定を回始め想運守れなかったのが辛すぎるな。なんでよって感じだよね。アクロ走破取りましょう。で、金銭収入増やしたいんで、この辺かな。で、これだ。英才教育、家臣成長速度上昇中。これでさらに、うちの部隊を優秀にしてやるのじゃ！こんなもんでしょう。で、あ、伊藤満書だ。こいつはね、なんか、ありがとうございます。ごいつ命使令っくただかさい。わいかんないけど、満書くんは、ずっと心に残ってますね。伊藤家の、満書くん。
ずっとなんかマンションの話してた記憶があるもんな。そして大友対龍蔵寺、龍蔵寺勝つか。貴様の腕はただ我らはよしということで岩屋城は突破できた。でこれ本当は熊本城取りたいんだけど、熊本城取っちゃうと多分龍蔵寺とイベントが発生しちゃう気がする。ただもうぶっ壊れにぶっ壊れた状況だからそれはそれでいいような気もしてるんだよね。どうする、すぐ取れる城今取るかどうかで悩んでる。手を打ちましょう。やっちゃうか。我に続け。熊本向かって岩屋を大友に頑張って取り返してもらう、その作戦でいきましょう。じゃあこのままいきます。そして安藤家がまた東北で広くなったと。で里見が北条によって滅ぼされる。いややっぱそうなるよね。そして河野との交渉、無条件、それは拒否じゃない。貴様の腕はよし、我らは止められぬ。いいね、熊本まで取れたけど、なんかイベントが起きそうな気するんだよなとりあえずヒグマ向かいます。ここは落ちないかい。85日時間はかかりそうですが、このまま行きましょう。起きるかなイベント。あ、大丈夫だね。宣戦布告されるかなって思ったけど、その心配はないようだ。じゃあこのまま行きます。そうそうそう、基本的にね龍蔵寺がでっかくなるんだけど、このタイミングでなんか起きないですね。イベントなんかいろいろとバグり散らかしてる気がする、本当の意味で。まあ、本当に宣戦布告できない状況なのかもしれない、龍蔵寺がうちに。まあしばらくのんびり行きましょう。で、大友のこの城取っちゃいたいけど、まだか。時間はかかりそうです。このまま行きます。そして、羽柴に対する包囲網は影響力が弱い。弱まり収束しつつありますと。いいね。これさ、外装運のイベント見れなくなった時点でだいぶ悲しいんだけど。お命令ください。とりあえず、このターンは時間進めるけど、大丈夫だよな。とりあえず原稿録1個潰れましたね。とりあえずそれだけ報告いたします。そして兄上長い日照りにより領内で干ばつが起きています。まあうちも若干被害受けましたね。ただそこまで大きい感じではなさそう。まあ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 許容範囲かな。これより表情を始め。そして表情ということで、まあ、商業は取りたいかな。商業と論議にしましょうか、今回は。いろいろとポイントが足りてないんだよね。これにて表情を覚える。島津4兄弟だ。でだ、まあ、いろいろ取りたいのはあるんですが、こちらですね。絶好調確率上昇中。これは強い。であとは商業系を適当に取っていいんだけど、鉄砲取引所を増加するよりはこっちだな。あ、独占費用軽減。これも取りたい。この辺取っちゃいましょう。ご命令ください。で、河野との戦が長引きって言ってるけど、河野はもう落ちるんで、このまま放置で良さそう。大友は1万4000ほど出てるんで、すごい嫌ですね。24日。まあ、負けたら負けたでいいような気もするんだな。とりあえず時間進めて、もしかしてギリギリで、兵が引くパターンもある。拍子抜けだな。ゆちく落ちたわ。ということで、河野家は島津家によって滅ぼされました。よかったよかった。あ、簡単に落ちたな。ただ、有能な武将はいないですね。まあまあまあ。普通に四国に共闘法ができたっていうことだけがもう、でかすぎる。だいぶ国力も広がったし、いいんじゃないかな。でだ、あんまり戦う必要ないんで、大友とは講和の使者送っときます。とりあえず時間進めてみましょう。これは戦えないね、絶対に。諦めて帰ります。帰宅。もしかしたらこの軍がうちに攻めてくるかもしれないけど、まあ大丈夫だね。そして龍蔵寺と大友が輪を結び戦をやめたようです。あらら、これで終わりか。一旦九州の戦争は終わったと。そして龍蔵寺高信が我らの
佐治騎乗を狙っているとの噂が、くれぐれも油断なきよう気をつけよと言ってるんで、まあ、頑張ってもらいたいけど、義久はいる、家久もいる。義弘がどこにいるのか、あ、船井館にいるんだね。まあいいんじゃないかな。てか、結論として私、あの、阿蘇家の領地を手に入れることができました。まあ、海藻雲に関しては、上のね、大友に取られて、さらにね、残念なことに原稿録1個潰されてしまったんですけど、まあまあまあ問題はなかったのかなというところで、大友がね攻めたせいで岩屋城が所属がね竜造寺になっちゃって、多分岩屋のイベントも消されちゃったのかなっていう心配がぶっちゃけた話あります。かなり渋いですね、結果としては。よろしくない結果なんですけども、まあ頑張っていきたい。まあ、ワンチャン大友がこの後息吹き返して、岩屋を取ることも、まあ、ルートとしてないことはないんで、まあ、それを期待しましょう。で、一応今、コウヌ家の領地まで手に入れたんで、結構ね、やりやすくなったんだよね。で、とりあえず神前届くんで、まあ、橋場なり、浮田なりと、まあ、同盟結ぶのはいいんだけど、今後のね、方針もちょっと考えていきたいかなと思います。お、毛利家の吉川博家と申します。親善の調査として両家の交わりを深めさせていただけないでしょうか。あ、毛利くん、うちにそういうこと言ってくるんだ。全然いいよいいよ。ご命令ください。裏切ったのにね。戦国の世とは儚いものよの。で、これさ、多分なんだけど、毛利ってうちの障害になる家と同盟結んでないんだよね。そうだね。なんで、とりあえず、浮田と、毛利と再び同盟を結ぶことをちょっと目標にやりましょう。よいしょ。この二つでいいかな？良さそうだ。じゃ、とりあえず、時を進めます。この心し、そして、総理の、厳し短奨励。総理はもうどこ攻めるんだろうね。うちじゃないよね、多分攻め先ってもう。そして、南部春政が死亡。南部春政死んじゃったか。そして、浮田と通商結びましょう。毛利と通商いいね。これより表情を始める。そして、表情ということで。策がございます。お、兵站管理取れたじゃない。これでかいな。ということで、ま、いやー、軍事は取りたいよね。軍事と論議しようか、今回は。68、48、あ、素手50持ってきた、義弘。吉弘有能じゃね？知ってたけど。で、アクロスワー取ったんで、ここだね。兵站管理。これでさらに兵糧消費をね、減らしていきましょう。まあ、こんなところかな？ご命令ください。お、長宗我部対秀家。浮田攻めんのかよ。浮田とは同盟結びたかったんで、これは、非常によろしくない。これ、長宗我部攻めをすることを考えたら不参戦でいいと思うんで、長宗我部との草を、いや、不参戦でいきます。これ、心象かなり落ちちゃうんだけど、90まで落ちちゃってるけど、これは長宗我部攻めを後々することを考えたら、まあ別にいいのかなと言った感じでございます。それよりは浮田と同盟をちゃんと結べるようにしたいけど、ダメそう。浮田ダメかな。ついてはないんだけどな。不参戦にしたんだけど、親善下げられちゃいましたね、残念ながら。まあのんびり待ちましょう。志果たさずして、将は終えられ。そして、師匠知らず。頑張って勝ってほしいけど大丈夫かな。ただね、秀吉の軍を出そうと思えば浮田は出せるはず。大丈夫かな。28000対13500。準権所とかあればいいけど、準権所なさそうだしな。まあ耐えられないと思うけど、頑張ってもらいたい。そして、長宗我部対浮田。あー、長宗我部勝っちゃったか。やばいやつだな。これ、浮田滅んじゃ
浮きた滅ぶとなるとなんだよな。とりあえず秋ということで、長宗我部と同盟が切れました。秋を始めましょう。で、欲しいアイテム、これだったら三日月って読むの？三日月かな？残念ながらね、買うことができないということで、まあ、今回は見送らせていただきたいと思います。でだ、まあ、これはさ、確実にどっかと同盟結ぶべきなんだけど、毛利と同盟の方が強そうなんで、毛利にします。で、毛利と同盟を結んで長宗我部を攻めるっていう手段も、まあ、ワンチャンありなんでね。で、親善はまあ、それでいいとして、浮田頑張ってるから、これ、長宗我部攻めする？ただ、兵がいないよね、そんな優秀なのが、ここに。なんか、今、吉久そこにいんの？伊藤満所ここにいるんだ。まあまあまあ、いいか。とりあえずさ、やっぱあれだな。長宗我部攻めとか言う前に、九州を片付けないといけないんで、これは、宣戦布告先は、龍造寺ですね。やるなら。いや、龍造寺宣戦布告します。多分これで原稿録が発動するはず。ということで、龍造寺家に宣戦布告。戦の支度をせよ。薩摩兵庫たちよ、武器を取れ。ただ賭けよ。隆信が首を上げるのだ。なめられたもんだぜ、この五州二島の大使隆信様に勝てるとでも思ってんのか。で、有馬は龍造寺、松浦も龍造寺と。これはいいんだけど、これ原稿録を切ると思うんで、とりあえず時間進めます。よかったよかった。高城川の戦い、通称耳川の戦いでの島津軍の勝利は、九州の三勢力の定立を崩壊させるに至った。大友家の衰退に乗じて、肥前の熊子と龍造寺隆信が勢力を拡大し始めたのである。そうか、有馬から使者が来たか。これで二度目だな。前は龍造寺とやり合うまではいかなかったが、今度はそうはいかないみたいだぜ。古来武士は義をもって第一とする。有馬を見殺しにしては我らは武士足りえぬ。戦に備えねばならぬな。そう言ってくれると思ったぜ。どの道このまま龍造寺をのさばらせてはおけないからな。されどそれほど多くの兵は動かせませぬ。衰えたりとはいえ、大友は侮れませぬゆえ。そういうことならイエスさ。はい、ぜひとも私にお任せください。そういえば前に有馬から使者が来た時も、イエスさは決戦するべきと言っていたな。いかにも、あの日より今日まで隆信の首を上げる策練ってまいりました。兄貴いいか。よかろう、イエスさを総大将とする。武蔵先に肥前に渡り、イエスさを待て。承知いたしました。それではすぐに出立の支度をいたしますゆえ失礼。武蔵は、イエスさを頼むぞ。お任せくだされ、されど案ずれに及びませぬ。わしはただイエスさ様に従い、隆信が首に刃を見舞うまでにございます。龍造寺の兵の数、我らの数倍にございますぞ。だからこそイエスさが行くのだ。イエスさが勝てなきゃ島津は勝てん。相当イエスさっていう男も優秀ですね。肥前の熊は龍造寺隆信の攻撃性を示すあだ名ではあるが、実は彼にはもう一つの呼び名があった。それは五州二島の大主というもので、五州とは肥前、肥後、豊後、筑前、筑後、二島とは壱岐、対馬を指しており、隆信の龍造寺家の強大な力を示すものであった。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。